はい、どうも加藤です。ちょっとキーボードを買って、私のパソコンのキーボードがノートパソコンなんですけど、壊れてしまって1個キーが抜けちゃってすごい打ちにくいんで、キーボード買って今から、取り付けようかなというところです。はい、そんなことは置いといて、今日はですね、私が持っている、この iPhone12と、ソニーの α7C と、タムロのレンズがついているカメラの画質と、オートフォーカスと、あとは音質ですねの違いについて解説をしていきたいなと思います。このチャンネルではこれから動画を配信していきたい方や、今配信していてもどういうふうに動画を良くしていったらいいのかわからない方のための動画について配信しているチャンネルになります。ぜひチャンネル登録をしていってください。それではいきましょう。はい、まずはこれがソニーの α7C の画像ですね。どうでしょうか。私の映り方とか、背景のボケ方とか、あとは画像のノイズですね、はどういうふうに映ってるでしょうか。画像の解像度は 1080p のフル HD で撮影してます。どうでしょうか。こういう感じです。はい、続いて iPhone12 で、切り替えていきますね。はい、こちらが iPhone12 の、画質ですね。どうでしょうか。私の顔の映り方、姿の映り方、あと背景のボケ方、あとノイズの入り方ですね。黒いカーテンとか、のノイズの入り方はどうでしょうか。ちょっと比較をしてみてください。はい、続いてオートフォーカスの機能の差について見ていきます。はい、続いてオートフォーカスの比較に入ります。オートフォーカス、例えばこれを、カメラに近づけますね。そうすると、これぐらいのスピードでオートフォーカスが動いてくれます。はい、続いて iPhone12 のオートフォーカスに入っていきます。はい、こちらが iPhone12 ですね。オートフォーカスについて見ていきます。これがこのようにするとどうでしょうか。これを見るともともと全体的にピントが合ってるんで、オートフォーカス云々の話ではないような気もしますよね。結構私にもピント合ってるし、こっちにもピントが合ってるんで。はい、では続いて音質について見ていきますね。はい、続いて音声比較に入りますね。音声は何もマイクをつけてない状態でやっていきます。どうでしょうか。これは今ソニーの α7C の、純正の何もつけてない状態ですねのマイクで撮影してます。どうでしょうか。どのように聞こえていますでしょうか。音声の、ノイズの入り方とか、声の、通り具合とか、音割れなどはしていないでしょうか。はい、続いて、iPhone12 でいきますね。はい、こちらが iPhone12 の音質です。どうでしょうか。マイク、どのように聞こえているでしょうか。背景ノイズであったり、私の声の通り方はどういうふうに聞こえているでしょうか。ぜひ比べてみてください。はい、どうだったでしょうか。最も分かりやすかったのは iPhone の画像ですね、がもう全体的に明るくなってしまっていて、あとノイズが多かったですよね。ああなってしまった原因は光が足りなくて、 iPhone が自動的に露出を上げて全体的に強制的に明るくしようとした結果ですね。おそらく露出を上げた時に ISO 感度が上がっていて、でそれでノイズが多くなったんだと思います。iPhone の通常のカメラだと、そのように自動で露出を調節する機能がついていて、より強い光を当てないとあのような動画になってしまいます。通常の iPhone のカメラアプリだとあのようになってしまうので、まずは強い光を当てた上で、露出を調節できるカメラアプリがあるので、それを使って撮影するのがいいと思います。そうすることでボケ感が出ないということ以外は解決すると思います。続いてオートフォーカスですが、α7C はさすがにオートフォーカス早いですよね。これ今 α7C なんですが、オートフォーカス早いです。それに対して iPhone は全体的にピントが合ってたので、オートフォーカスが早い遅い以前の問題で、もう最初からピントが合ってる状態でしたね。最後に音質です。α7C は音質がクリアに聞こえたことに対して、iPhone は少し遠くに離れた感じで多少こもったような感じの声になっていたと思います。最後に私なりの結論をお伝えしますね。
iPhone で撮影する場合は、照明をしっかり当てて、あとマニュアルで露出の調節ができるアプリを使った上で、あとはマイクを使うことで、必要十分な画質と音質が確保できると思います。もしボケ感を出して撮影したい場合や、暗いところでの撮影が多い場合は、私のように α7C ですね、のようなフルサイズミラーレス一眼を検討されてもいいんじゃないかなと思います。はい、それではこの動画はこれで以上になります。この動画が役に立ったと思った方はぜひ高評価をお願いします。またご質問や動画のリクエストなどがある方はぜひコメント欄からコメントをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。